した武器で壁に貼られたパネルをやたらめったらと壊しまくると、店舗から出てきた後、素早く車に乗り込み急発進。わずか20秒ほどの襲撃でした。店舗の奥にある休憩スペースには2人の従業員がいましたが、そんなことはお構いなし。2人はパニック状態だったと言います。襲撃に加わったのは2人、ね、全員が目以外全身を隠していて、性別も国籍も分かりません。武器は消火器やゴルフクラブらしきものを手にしていました。襲撃を受けたお店は高崎駅近くのアーケード商店街の中心地にあります。周りを見てみますと、店が数多く立ち並んでいますが、ほとんどシャッターが閉まっていて、人通りもあまりありません。襲撃されたのは、周辺の飲食店などを紹介している無料案内所です。いろんな飲食店さんの看板っていうものを掲載させていただいてるんですけど、看板自体も割られてたり、中の金庫等が割られてたり、重症者用の病床使用率は前の日から 0.4 ポイント下がって 33.6%、 全体の病床使用率は昨日と同じ 58.3% でした。全国の皆さん、こんにちは。スーパー J チャンネルです。早速最初のニュースですが、東北では朝から災害級の大雨となり、各地で浸水や冠水が相次ぎました。現在、青森県弘前市には緊急安全確保が出されています。周りの方と声をかけ合って、直ちに命を守る行動をとってください。
の活発な雨雲がかかり、弘前市では12時間雨量が観測史上1位を記録。半日で8月1月分の雨が降りました。ちょっと携帯から緊急速報が鳴っています。氾濫の恐れがあるということで、宇和木川、まさにこの川、宇和木川で氾濫の恐れがあるということで今緊急速報が流れました。改めてご覧いただきますと、この流れてくる木々があっという間に橋の下を通過していってしまいます。弘前市では宇和木川が氾濫する恐れがあるとして、およそ5万人に警戒レベル5の緊急安全確保が出されました。朝から水かさが増していった宇和木川、心配そうに川の様子を覗いていた男性は途方に暮れています。時間を追うごとに水かさが増し、午後0時半を過ぎた頃、氾濫危険水位に達しました。大雨の被害が甚大なのはリンゴです。青森県は全国の生産量の半分以上を占める日本一のリンゴ産地。ところが大雨がリンゴ農園に流れ込み、大きな池のようになっています。こちらの宿泊農園、水浸しになってしまっていますね。どうすればこれ水が溢れてるんですね。この激しい勢いで水が流れてきていて、そして広い範囲このように断水してしまっています。これ水の勢いでしょうか、トイレも傾いてしまっています。こちらこちらこの農園で見受けられます。たくさんのリンゴが流されてしまっています。10月に収穫を控えていたリンゴが無残にも、これが上手にね、もういいならない。どうして腐ってしまうんですか。あの生き病でしょ、生き病、リンゴ腐っちゃうんだよ。これリンゴが何かで腐ってない、このリンゴだけ。うちの、あのリンゴには販売できないの。このリンゴは。こちらの畑に地元の消防団の方が到着しました。今、傾いたトイレを何でしょう、動かそうとしているのでしょうか。複数の消防団員の方が今トイレを動かそうとしています。別のリンゴ農園のスタッフが撮影した映像。足首の高さまで水が浸かってます。すごい雨です。今日の午前中に雨が降りしきる中、この農園でリンゴの収穫を行ったといいます。通常もう少し、何日か後に収穫する予定だった小枝という品種を前倒しで、雨による被害が出る前に今日午前中収穫してしまいました。1週間ほど前にもこのような雨が降りまして、国の農家さんの畑が、まあ、川の氾濫によって水の木を使ってしまったっていうのはありました。販売できなくなってしまうのであれば、まあ、多少早くなってでも作業内容を変え
く収穫してしまった方がいいなと思ったので、これ以上雨が続いて、まあ、私たちだけではなく青森県、まあ、弘前市のリンゴ農家さんたちが、まあ、これ以上被害を受けないことは、まあ、もちろん願うばかりではありますが、まあ、何よりも自分たちの命が最優先だと思いますので、まあ、そこだけを優先して行動してもらえればなと思います。心配なのは今後の影響です。増水した岩木川の調査に来た青森県りんご協会は、県内のりんごの生産量が減ってしまうことを懸念しています。混んでるから、混んでるから行かないよ、混んでるから行かない、混んでるんだよ、旧統一教会との関係を取り沙汰される議員も多い